開幕戦がこう不完全燃焼というか、悔しい気持ちで終わったので、やはりそのリベンジといいますか、自分自身の力をこう 100% 出して走り切りたいなって思います。まあ、正直簡単じゃないなと、まだ今すごく難しい状況にもあるとは思うんですけど、ただ、もうチームとしてすごくまとまってきてますので、もうやっぱりずっと一緒にやってきてますので、今ある問題点を確実にこう解決して、何が何だか分かんないで終わるっていうのだけはないように、その確実に前進していきたいなと思ってますね。いや、もう出さないとまずいですねもうなんとかしたいんですけど、ただやっぱり実際そんな簡単じゃないのはすごく分かっているところなので、もう今とりあえず自分たちができることを確実にやって、より良い順位を取るために、少しでもその 前進するというか、できることを確実にこなすっていうことが重要だと思ってます。 それができたら、まあ、予選も決勝もよりいいところに行けるんじゃないかなと思ってます。前進してるんですけど後退してるところもあるんですよね。そのっていうのもそのまた状況が変わって、またこのサーキットに来て、今まで大丈夫だと思ったものがまた新たな問題が発覚して、だから86レースと本当に難しいなっていうか、そのもちろんその自分の引き出しもどんどんこう増えてはいってるんですけど、その毎回状況がこう車も同じはずなんですけど、またねちょっとこう違った要素が出てきているので、もちろん前進しているところもあるんですよ。でただ今はちょっとこう噛み合ってないので、そこが噛み合えばバンっていくと思います。いや、もう本当にチームのみんなには悔しい思いさせて、なんていうのかな、自分自身も、とても悔しいんですけど、やっぱり、ね、諦めずに予選も決勝も、上を目指しますので、近い将来このレースと言いたいんですけど、近い将来も、みんなと一緒にこういい結果でね、こう喜びを分かち合いたいなと思ってますので、その時までしばしお待ちください。頑張りましょう。